そういけ、奴らはただの盗賊。奴らにとってはどうだい、奴らの討伐に感謝するよ。まずは襲撃の生存者。そちらは目的地から離れますが。わかりました、案内はやめましょう。各社様が決めたことは尊重すべきでしょう。いずれまた。この牛舎はバクバタル行きだぜ。料金は先払いだ。この依頼に関する情報を持っていません。知識のあるポーンを雇うのが良いでしょう。私の後に続いて。大丈夫ですか？道はこちらです。そこを探れば素材を得られますよ。ひとまず取っておけば後で使えます。私にできることなら何でも。
かりました。すぐにお助けします。近いですね。再度案内を続けます。各社様、こちらですよ。かなり狭まっていますね。ここを通るのは気を使います。戦闘で攻撃されると厄介です。ご注意を。大丈夫か？待て！誰だ？クソ！今捕らえてやるぞ！あの盗賊を追いかければアジトがわかるかもしれません。急ぎましょう。なんとなくですが、パーティー構成といえば、私がいた1階では女性ポ…おい、何を考えてんだ。掟を忘れた。悪いな。うっかりだと。ボスが決めた掟だ。待て、あれは…あれは…ここに入り込むとは…
はいい。壊して正解でした。戦場にいる以上、人とも戦わないといけない。そう割り切れれば楽なんですね。それはそうでしょう。見逃してもらえて、敵も運がいいですよ。そうですね。としてはまずまずでしょうか。この紅葉が我々をさらに高めるでしょう。はしごが使えそうです。思わぬところに行けるかもしれません。おい、こっちだ。巻き込まれちまう前にここから。ボスは子供だけは。だからみんなついて。ボスならお前らを。もうこんな近くに。暗い場所だといきなり水たまりに足を突っ込むこともありますね。そうですね。自分もそんな経験があります。運が悪いな。ここは魔法の属性付与ですね。お受け取りを。
まずい。ありがとう。では共に参りましょう。今こそ赤蛇団討伐の時。かかれ。ここが盗賊団のアジトのようです。視界を抑えれば野党もおとなしくなるはずです。きっとそうだと思ってましたよ。わかりました。すぐにお助けします。敵から離れて回復魔法を使います。少しお待ちを。食事の後はすぐ眠くなりますね。私はエルフ語がわかります。ワシャとの対話で、目覚めの気合い入れに魔物でも借りますか。やることはたくさんあります。さあ冒険再開です。よっぽど好きなんですね、物集めが。私は支援行動を重視し、常に各社様に寄り添う。
ここは高低差がありますね。足を踏み外さないようにご注意を。必要以上に怖がることはないですがね。了解、そちらに戻ります。時間切れだ。さっさと繋がるぞ。はい、ボス。おっと、そうそう、忘れるとこだった。そらよ。てめえはここで俺の役に立ってもらおう。本当にガキはいい。なんて言ったって裏切ることを知らないからな。ここがお前の終着だ。行け。じゃあな、ガキ、落ち込むなよ。お前がバカな子まで本当に助かったんだからな。
こんな。捕まえろ。ボス。任務完了ですね。残念ながら赤蛇団の頭目には逃げられてしまいましたが、この者は私たちが。赤蛇団はな。あの青年は尻尾切りのための要因といったところでしょうか。やはり盗賊というのはどうにも信用できないですね。身につまされますね。